フイリアブチロンは、青い海チ美族の常緑低木のうち、人為的な主観雑種や、突然変異種から選抜された、園芸品種群。総称として、フイリアブチロンの和名があるが、実際にはフイリであるとは限らず、多彩な形質を持つ品種が生み出されている。単に学名から、アブチロンヒブリデムとも称される。人為的な品種改良によって生み出された、 アブチロン族の園芸品種群であるが、今となっては、交雑親が明確でないものが多い。少なくとも、症状化が最も重要な交雑親であると考えられており、その他浮き釣り木などが交雑に用いられた。おおむね高さ1.5メートルまでの常緑低木であり、幹や枝は細く栽培時には、支柱が必要である。アブチロン族が、熱帯から亜熱帯の植物であるため、 本種群も温暖な気候を好む。日当たりの良い場所と水はけの良い土壌を好む。熱帯原産の植物ではあるがある程度の体感性もあり、日本でも関東南部以西では屋外に自植えして越冬させ、周年開花させることが可能である。これを満たさず低温、強い高層、積雪などのある地域では、鉢植えに仕立てた陶器のみ、摂氏10度以上の屋内に取り込むと良い。 夏季は品種にもよるが、日本の屋外栽培でも春から秋まで比較的長く温室栽培であれば、ほぼ通年花を楽しむことができる。植え付けは5から6月頃、繁殖は差し木で行う。総称として、不入りアブチロンの和名があるが、実際には不入りの品種ばかりではなく、このため、園芸市場では、学名のカタカナ転機でアブチロンヒブリドムと表される場合が多い。 単に俗名から、アブチロンと称される場合もあるが、この場合は、アブチロンヒブリドもだけでなく同族のウキツリボクなどを包含して呼んでいる場合もある。また、アブチロンの別名が、ウキツリボクといった誤った説明がされる場合もあり、注意を要する。英名では、葉の形がカエデに似ているとして、フラーリングメープルの故障があるが、 外見のみの見立てでありかえでと禁煙の植物とは言い、がたい。また、吊り下がる花を10日に見立てた、チャイニーズランタンの故障もあるが、これもアブチロンヒブリドム以外に浮き吊り木や、症状下の花も含めた呼び名である。ありがとうございます。